ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの富内咲人です。はい、ということで今日は個人ラジオということで、はい、久しぶりですね。普段は吉木社長と瀬尾トマト君と3人で撮ってるんですけど、今日は久々に僕一人ということでね。まあ世間は一応3連休、シルバーウィークとかも言われたりするんかなみたいな感じで連休だったとは思うんですけど、まあ連休になるとね、やっぱり僕らまあこうやってラジオイレブンとして YouTube もしますけど、サッカー指導者もしてたりして、やっぱ指導者ってね、ほんまにこの連休が結構大変で、はい、もう土日だけでもね、ただでさえ試合があったりするので、プラス1日ということで、はい、結構バタバタしてる中、まあ僕は、指導者を辞めて、まあちょっとね、多少他の2人よりは時間に余裕があるよということで、はい、今一人で撮っています。まあまあ、そのね、時間はあると言いつつも、今もこれ撮ったらすぐ家出ないといけないみたいな状況ではあるんですけど、はい、まあまあ、ビバンを見るぐらいには時間の余裕があったんで、はい、もう見ましたか皆さん、最終回ビバン。いや、めちゃめちゃおもろかったよ、ほんま。ね、第10話。一応ラジエでもね、パロディではないか。なんあれは。もう、嘘考察という名の嘘をつきながらね、はい、秋葉監督テントの黒幕説みたいな話しましたけど、まだ最終回見てないよって方はね、本編まで飛ばしてもらったらね、はい、ちょっと今からね、ちょっとだけビバンの話もしたいなって思うんで、はい、先飛ばしてもらったら、はい、ありがたいんですけど、やっぱりね、なんていうの、親子の友情じゃないか、親子愛というかね、プラスでね、なんか最後の最後ですごい伏線を回収してきつつ、でもまだ続編あるぞ、みたいな感じがね。いやーもう、やっぱり、なんか、久々にあんなにワクワクするテレビドラマを見たというか、なんかはね、ああいう、うわ、ビバン来るぞ、みたいな、あれは感じが久しぶりで、なおかつ携帯も見ないですもんね、もうほとんどあの時間は、っていうぐらい、のめり込んで見てましたけど、で、結構ね、いろいろ考察とかもしたりなんかして、プラスでね、見たりとか、いろんな考察してる、X のアカウントであったりとか、YouTube チャンネルであったりとかをね、覗いたりしましたけど、なんか、どうやらべき死んでないらしいですよ。皆さん。どうやらべき死んでないんじゃないか説、出てますよ。っていうね、いやもうだからもう見れば見るほど、なんぼでも出てくるから、これこうやったんじゃないかみたいな、最終回だけでもねいろいろあるっぽいんで、だから皆さんもねちょっといろいろ調べて、まあまたねラジオイレブンでももしね、だから第2回か、はい、ビバン続編決まってそれが放送されたら、また考察もね僕らなりにしていけたらなっていう、はい、秋葉監督なのか以外なのかっていうのはちょっとわかんないですけど、あーでそれもまだ見てない方はね、まだ視聴してない方はぜひとも、はい。秋葉監督。もうええか。もうええな。さすがにもう終わったしな。はい。っていう感じで。まあまあ、ぜひとも見てほしいんですけど。はい。でですよ。ちょっと話戻しますけど、今回は、個人ラジオということで、ちょっと何撮ろうかなっていう。まあ一応、吉木社長からね、撮っといてって言われて。ただまあ、瀬尾くんとのスケジュールとかも、あと僕のね、スケジュールとかも踏まえて、まあちょっと難しいかなっていう中で僕一人で久しぶりに撮ってみようと思って撮ってるんですけど、これ、何撮ろうかなって考えた時に、ちょっととまあ、ここ最近注目しているクラブであったりとか、はい、もうずっとラジオイレブンで、取り上げてるクラブについて、一気に、はい、どっかのクラブをね、大体取り上げて話しますけども、一気にまるっと話していけたらなっていうふうに、はい、思いまして。だからもう多分今日結構長くなるんじゃないかなっていう。で、合計、何試合や ?1、2、3、4、5試合分ぐらい。はい、J1 4試合、J2 1試合かな?おそらく。はい、もう、分を一気に話していきます。で、どの試合について話していくかっていうと、もう、先に話しますけど、まず1試合目が、順番はちょっと中身、どうしよっかな。じゃあ1試合目、広島にしよっか。広島、サンフレッチェ広島対、ヴィッセル神戸。これ1試合目ですね。で、まあ、主にサンフレッチェ広島について話していきます。で、2試合目が、
サガントス対横浜 F マリノスで、こちらはサガントスについて、はい、まあ惜しくもね、残念ながら引き分けに終わってしまった試合でありましたけど、ちょっとまあこの試合の話もしつつ、ちょっとまあ今後のね、サガントスの話なんかもちょっと、今だからこそね、なかなか勝ててない今だからこそ、久しぶりにちょっと取り上げたいなと、ちょっと個人的に思いまして話していこうかなと思います。で、3試合目がラジオイレブンではあんまりね、取り上げる機会はここ最近なかったんですけど、アビスパ福岡、はい、まあ、ちょっとサガントスとライバル関係なので、その直後に言うのもなんか今すごい複雑な心境で言ったんですけど、まあ、けどアビスパがすごい勝ってるということで、でちょっとね、ずっと気になってたっていうのもありまして、はい、アビスパ福岡対名古屋グランパス、アビスパ福岡について話していきます。で、4試合目がまあもうここ最近はおなじみのアルビレックス新潟とガンバ大阪の試合について、でこれもね、ちょっとまあこの試合に関してっていうよりは、ちょっとこの2チームについて、まあ新潟に関しては結構試合の中身に触れようかなって思うんですけど、ガンバに関してはちょっとまあここ最近というか、あとはこれからのね、動向動きみたいなのについてもちょっと話していこうかなっていうところですね。はい。で、ラスト J2 の試合1試合が、金沢対清水。はい。こちらもおなじみ、清水エスパルスについて話していこうかなと思うんですけど、あいにく、まあ、やっぱこの5試合一気にっていうことで、まあ、で、そのね、まあ、まあ、他のラジレメンバーよりは全然時間ありますけど、さすがに、全部見切れてないということで、で、今実は見てます。これどういうことかっていう、もうだからもうあれ、ですね、24時間テレビの、普通にいろんなコーナーとか、ドラマの、ね、とか、なんかドキュメンタリー的なやつありながら、24時間マラソン誰か走ってて、ワイプで映ってるじゃないけど。ほんで結局そこに戻ってくるじゃないけど、僕これ、他の4試合分を話してる間も、僕、清水の試合見てて、で、最後に、話します。で、今一応ね、金沢対清水今43分とか、はい、までは見てるんで、そこまで一応話せはするんですけど、こっからも見続けて、で、最後に、多分ちょうど終わるぐらいになってくるかな？わかんないですけど、うん、もう終わりかけかな？ぐらいのタイミングになってくると思うんで、そこでまあやっと合流して、なので一番最後に、清水対金沢、今 2-0 ですね、だから。はい。っていう感じで、ちょっと今までとは違う、変則的な感じで話していきますし、まああとは、個人ラジオで話してますけど、もちろんね、カットとかもせず、話していくんで、もしかしたら、もう見ながらやし、話しながらやし、うん、なんか別の試合の話してんのに別の試合見てるみたいな、うん、結構もしかしたら負荷高いことやってるかもしれないですけど、ちょっとまあそんな感じでやっていこうかなというふうに思います。はい、ということで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それからあとはね、ほんまに久しぶりの個人ラジオということで、もう一番嬉しいのがツイッター X ですね、旧ツイッター X の方で告知ツイート、告知ポストかをするので、動画のね、ちょっとそれをリツイートとかで拡散していただけると、リツイート、引用リツイート、ポスト引用、ん？リポストか。ちょ、もうええわ、もうこれややこしい。はい、リポストですね。はい、していただけると嬉しいんで、はい、ぜひともよろしくお願いしますといった感じで、やっていきます。聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者、そしてお笑い芸人がサッカー深く面白く伝えていきます。はい、ということで一気にどんどん話していきますけど、まず1試合目が、サンフレッチェ広島、はい、2-0勝利、いや、おめでとうございます。いやーね、ヴィッセル神戸に対してね、勝利ということで、で代表ウィーク明けということで、まあその世代別代表行ってる選手であったりとか、まああとはA 代表も大迫選手が行ったりとかっていう中で帰ってきて、はい、の、まあ最初のゲームがね、首位ヴィッセルとの対戦やったんですけど、いや、ほんまにね、なんかまあ、危なげなくというか、うん、大きいピンチっていうピンチも、めちゃくちゃ少なかったんじゃないですか。まあまあ何個かありましたけど、うん、なんかほんまにほとんどシャットアウトしてっていう、素晴らしい展開やったなっていうのは、はい、すごい感じましたけど、ちょっとじゃあまず その戦術とか中身の前にちょっと選手個人の話をしていくと、まず一人挙げたいのは大迫選手、はい、ゴールキーパー大迫選手がなんか明らかに自信つけて帰ってきてますよね、あれ。いやいや、めちゃくちゃ自信感じましたよ。もう特に攻撃面ね、
ビルドアップのところが、いや一回ね、神戸の方の大迫優也選手か。はい、のね、プレッシングをキックフェイントみたいなんで、いとも簡単にかわしたシーンとか、あとはグワーってね、神戸がプレッシングかけてきた時に、グランダーで、なんかサイド、まあけど、ちょっと間すり抜けながらサイドにつけるみたいな感じだったかな、ちょっとね、同サイドに来たボールを同サイドの別の選手にパスするみたいなとか、落ち着きすぎやろみたいな。いやいや、元からね、やっぱビルドアップ能力はあるキーパーでしたけど、なんかより、だその技術だけじゃなくて、ほんまにメンタル的なところで余裕ありすぎちゃうっていう。やっぱりね、あのドイツ戦の勝利、ね、4-1 の勝利に貢献して、で、いろいろ吸収して帰ってきたっていうのがすごい感じ取れて、いや、ほんまに代表の、あのドイツ戦で起用されたってことは多分、正ゴールキーパー候補というか、今ね、日本人のゴールキーパーで言うと、一番手っていうね、選手ですから。いやーね、すごいね。ちょっと、やっぱ、素晴らしいキーパーやなっていう、さすがですね。っていうのは感じましたね。あとは、荒木選手。はい。いや、すごい良かったですね。ちょっと後ろからね、今すごい順番に振り返っててますけど。いや、荒木選手。まあもちろんね、この3バック、全員ね、やっぱり能力高いなっていうのは、ありますけど、この荒木選手がちょっとすごかったですね。あの前節は山崎太一選手がスタートで出て、荒木選手はベンチスタート。あ、前回についてもね、あの動画で話してますんで、まだご視聴されてないよっていう方はね、ぜひともそっちも振り返った上で聞いてくださるとより深まるとは思うんで、そちらもはい、ぜひともよろしくお願いしますっていう感じですけど、いや、外された中で、まあ、外されたなのか、その山崎選手は試したかったっていう、まあまあ両方だと思うんですけど、うん、っていう中でやっぱすごいなっていう。で、何がすごいかっていうと、もうほんまに対人ですよね。対人、大迫選手、大迫優也選手をほんまにシャットアウトしてたっていう。まあ空中戦もそうですし、まあまず空中戦であんま勝てないですからね、大迫選手、普通に J リーグのセンターバックの選手は。っていう中でね、空中戦強いし、まあ地上戦もね、球際の部分、特に後ろ向いてるフォワードに対しての前にバチンって当たりに行く守備とかはほんまに、いやーね、日本 J リーグの中では屈指やなっていうのを改めて思わされましたね。で、ただね、やっぱ山崎選手もすごいいいですし、だここのポジション争いがね、まあ他の佐々木選手、塩谷選手、まあ、この2人もめっちゃいいからね、わかんないですけど、ちょっと、まあ、だこの4人ぐらいか、今のところね、ほんまに。なんていうやろ、レギュラー格というか、まあ、他にもいい選手いますけど、まあ、多分この4人で争う、特に荒木選手と山崎選手っていうのはね、かなりポジション争い熾烈になってくると思うんで、ただまあプレースタイル的にはね、それぞれ別々で良さもあるんで、はい、まあ山崎選手で言うとほんまにビルドアップ能力が高いですし、それもほんまに前回の動画でいろいろ話してるんですけど、ビルドアップの能力の高さの山崎選手、バチバチで守備が強くて、バック肘の荒木選手っていうね。やばいだろの荒木選手っていうことで。いや、この二人がね、どっちが最終的にポジションを奪うのかっていうのは、ちょっと今後気になるな。まあもしかしたら併用みたいなのもあるかもしれないですし、ちょっと気になるなっていうところですかね。で、まあ話さないといけないなっていうのがウィングバックのところ。はい、シチ選手と、中野選手っていう。いやー、ちょっとここ話していきたいですけど、まあだいぶね、今まで猫かぶってたんちゃうかなぐらいのそれ失礼かそれは失礼だったかもしれないですけど、けど手を持っちゃうぐらいに今が良すぎるっていうのがあって、特にやっぱり、今までやったら結構まあ守備にね、守備ではすごい良さ発揮しつつっていう中で、攻撃でもね、その推進力みたいなの、二人ともですよね。二人とも推進力あって、ゴール前に迫ってくる。まあもちろんね、今回でもゴール奪いましたし、シス選手は。っていう感じで、ゴールアシストっていうのがついてきて、なんかそういう攻撃面での良さ感じるなーっていうのを思いますし、で、なんでね、じゃあ彼らのもちろんね、そのパフォーマンスがいいっていうのもあるんですけど、なんでこんなにね、攻撃面で、その戦術的にうまくいってるのかなーっていうのをちょっと話していきたいんですけど、僕なりに思ったところで言うと、まあ、前回も話したところとめちゃくちゃ被るんですけど、やっぱ5レーンを生かした攻撃っていうのがめちゃくちゃうまい。で、5レーンっていうかもうそのシンプルに、まあ、ヴィッセル神戸、まあ、後半戦術変えましたけど、戦術フォーメーション。前半は4バックやった中で、広島4枚に対してこれを5枚当てれるんですよ。要は、ウィングバック、シャドウ、フォワードの選手で、
まあ、合計5人いるんで、ここを相手のディフェンスライン4人に対して圧をかけれる。で、これが、森島選手、名古屋に移籍しましたけど、森島選手はより落ちてゲームメイクしたりとかするんですけど、マルコス・ジュニオール選手になったことで、まあ、この変化が、まあ、メリット、デメリット、両方あるとは思うんですけど、一個大きいメリットとして、よりライン間とか、相手のディフェンスラインと勝負してくれる、マルコス・ジュニオールの選手の方が。っていうので、ほんまにこの4人に対して5枚。だ、シンプルに数的優位なんですよ。1枚余るっていう。だ、それを完全に活かしたのがまず1点目ですよね。中野選手かな、クロス上げたん。に対しても大外。だ、もう5人に対して4人守らなあかんから、大外フリーになっちゃってて、シツ選手がゴールっていう。いや、だからもうそこがね、戦術的に、まあほんまにこの3バックシステムの強みというか、が完璧に、ハマったなっていう風には感じません。だからこれはけど、もちろん4人に対して5人おるからフリーになるよっていうのもそうですけど、ちゃんとこの4人、相手の守備の4人をこの5枚でうまく引きつけて1人フリーにさせないといけないんで、だからちゃんと誰が、誰を管理させるかっていうのを、攻撃側の選手があえてそこに走り込んだりとか、それによって引きつける引きつける引きつける外開くみたいなのを全員が理解してプレイしてるのがすごい伝わるなと思って、いや素晴らしいですね、あの攻撃で。その伏線があっての2点目なんですよ、あれほんまに。どういうことかっていうと、まあ、同じようなね、右サイドからのクロス。まあ、マイナス下げての、三田選手フリーの中でのクロスだったんですけど、あのシーン、見返してもらったらわかると思うんですけど、大外シチ選手いる中で、で、シチ選手フリーになってたんですよ、一瞬。なので、多分、シチ選手も欲しいって思ったやろうし、で、逆に神戸の選手は、うわ、フリー空いてる、またやられるっていう。だ、1点目のシーンが頭によぎるんですよね。うわ、やられるぞってなった中で、武藤選手見てほしいんですけど、あの時、神戸の右のサイドハーフの。全速力で戻ってるんですよ、最終ラインまで。で、1点目の時は戻ってないんですよ。戻ってなくて、結局、酒井豪徳選手が内側入って、大外空いてて、シチ選手のボレーみたいな感じあって。っていうのも絶対よぎってたからこそ、武藤選手、あれ、フルスプリント、変な髪型したけど、フルスプリントして、で、かつ、まあ、武藤選手だけじゃなくて、もちろんね、やっぱ神戸の選手みんな思うと思うんですよ。あの1点目があったっていう。いや、要は、クロスで大外入れられて失点したっていう。だ、そこの意識がある中での真ん中相手の加藤睦月選手。まあもうヘディングの技術はもうね、なんていうの、説明するまでもないというか、もうほんま素晴らしいゴールだったんですけど、プラスでね、もちろん、三田選手のクロスも。やっぱああいうキック精度に関してはさすがやなっていう。なんか、ボランチが板についてきたな感というか、うん、ボランチで自分の良さ発揮するならどういうところなんやろうっていうので、あ、こういう活躍の仕方なんやっていう、なんかこちら側がねすごい気づかされるみたいなところですけど、まあっていう感じで、戦術的にもすごいね、なんかまあこの90分を通したゲーム運びの中ですごい上回ったなっていう、この5レーンの攻撃がね、プラスでこの質っていうのが出てきたっていうのが、いや強いぞと、それはねすごい感じましたね、広島は。まあ、ほんでウィングバックもすごいし、推進力ある、ほんまに。やっぱり純足のねサイドの選手ってやっぱり結構カットインがね、逆足の方がやりやすかったりとか、純足やとね縦しかないなってなったりするんですけど、それでも縦行くとかでゴール前まで入り込むっていうのが、ほんまにすごかったなーっていうのは感じましたね。いや、だから強い、ほんまに強い。もちろんね、強い、うまいですし、マルコス選手、2列目の選手ね、加藤睦月選手で、今日はねドーグラス・ビエイラ選手だったんで、なんでなんやろうなっていう。ピエロスめっちゃ良かったじゃないですか、だってピエロスめっちゃいいのに帰んねや。で、しかもナッシもねベンチ外ということで、エゼキウが帰ってきましたけど、っていう中で、どうなるんかなとは思いましたけど、いや、ドーグラス・ビエイラ選手はドーグラス・ビエイラ選手はやっぱ空中戦の強さあるし、やっぱあそこで引きつけることによってね、クロスからのゴールが奪えてるっていうのは間違いなくあると思うんで、いやーすごい、采配もおもろいなっていう、スキッペ監督、試合巧者やったなっていうのはすごい感じたんで、いや、ほんまにおめでとうございます。いや、ちょっと次節もねちょっと楽しみというか、で、いや、こっからどんどん多分順位上がっていくなっていう、完成度でやったりとか選手層を見てても、まああと数試合、あと何試合や、 J リーグって6か7ぐらいですよね多分、っていう中で、ちょっとまだまだ勝ち点積み上げていきそうやなっていう雰囲気はあるんで、まあ、ACL 圏内はね、
間違いなく入りたいでしょうから、うん、っていうのはちょっと楽しみやなっていうふうに思います。はい、そんな感じで、2試合目ちょっとここですね、サガン鳥栖について、はい、振り返っていきたいんですけど、まずねちょっと軽く試合について振り返っていくと、内容に関してというか、もう失点が何分やったっけ、あれ80何分とかですよね、まではもうほんまにもう完璧って言ったらおかしいですけど、けどもうめちゃくちゃいい試合だ、ほんまにあと決めるだけみたいな、うん、決定機めっちゃある、バーポストバンバン当たるみたいな試合展開の中で、けどそこをねこじ開けた長沼みたいなね中での、いや痛い失点ということで、ね、すごい残念ではあったんですけど、いやけどなんかここ最近の試合の中で言うとほんまに良かったですし、そのやっぱサポーターは悲観的にならざるを得ないと思うんですけど、けど必要以上にはなる必要はないんかなっていうのは僕個人的には思っていて、で何が良かったかっていうのを話していくと、まず一個はまずゲームプランですね。マリノスが攻撃時にやっぱりサイドバックが高い位置を取ると、でこの背後のスペースを誰が使うのかっていうのが多分他の J クラブもねマリノスと試合するときにすごいキーになるポイントだとは思うんですけど、そこがすごいトスは整理されてて、で西川選手がねフォワードで使われて、で堀米選手がトップしたみたいな感じでしたけど、この2人がほんまにいいタイミングで、まあ、特に西川選手が左側、堀米選手が右側にね流れることが多かったですけど、このサイドバックの背中っていうのをめちゃくちゃ意図的に使えてて、ここで前進してっていうのがうまくいってて、かつその河合監督何がすごいかっていうと、この前進するまで、この背後使って前進しましょうまでは結構どこのクラブもやったりはするんですけど、こっからそのじゃあそのサイドバックの背中、例えばねこの、右サイドバック、相手の右サイドバックの背中を西川選手に取ります、使いますってなった時に、ここで一気に押し込むと、ただ押し込むだけじゃ攻撃ダメじゃないですか、やっぱゴールまで迫らないといけないっていう中で、そこから押し込んでからこのサイドで崩しきるまでの形も作ってて、どういうことかっていうと結構一気にボールサイドに味方が寄るんですよ、ね、トップ下フォワードでサイドハーフで上がってくるサイドバックボランチみたいなのが一気に寄ってきて、でここでもうある種人が多ければ多いほど数的優位になる可能性があるじゃないですか、この局地だけで見るとっていう、この数的優位をうまく活かしてボールポンポン動かしてサイド崩すみたいなのが、なんかうん、あんまりけどトスでそういうのをやってるイメージはなかったね、もっとちゃんと配置整えてというか、うん、っていう中でああいう、まあ、ある種ちょっとカオスな状況を作ってそこで、うん、崩しきるっていうのはあんま見たことなかったなと思って、それはすごいゲームプランとしてハマってたなっていうのもあるし、なおかつそのサイド崩しきった中でプラスでファーに一人は絶対いるんですよね、そのボールサイドに寄るって言ってますけど、その外側にも絶対一人いて、だからそこをだからここで崩しきれなかったも逆いくぞ、崩しきったらクロスに中入るやつおるぞみたいなのが、いやめちゃくちゃうまくいってたなーっていうのはすごい感じましたね。だから、うん、ゲームプランは良かったですし、だからそこはほんま悲観的になるべきじゃないなっていう、でプラスやっぱり選手個人の技術は間違いなく高いんで、まあ、今日久しぶりに先発しましたけど西川選手なんかもねほんまに技術力高いですし、ほんまにコール奪うだけっていうね感じでしたし、堀米選手もそうですし、うんっていうのはすごい感じました。なので、はい、内容戦術とか含めて、まあ、あとは戦力のところも、うん、悲観的になるべきではないなと思いつつ、ただ多分なんかその采配とかで不満があるとしたら、いやこの選手もっと使ってくれよとか、うん、っていうのが多分今のトスって多分すごいあるんかなって思ってて、で特にあるのが横山選手なのかなっていう、うん、いやそれはけど僕も思います、うん、もっと使ってほしいなっていうのはあるし、まあ、ただねやっぱジョーカーとして残しておきたい、そのワールドカップの時の三笘選手みたいな使い方をしたいみたいなもわかるのはわかるんですけど、やっぱどう考えてもワクワクしますもんね出てきた時にっていうのはありますし、あとはちょっとね多分コンディションもね他の選手も徐々に落ちてきてる、夏を超えて特に岩崎選手とかは、うーん、なんか今までやったらもっと縦行ってくれてたら、もっとゴリッとね強引に行ってシュート振り抜いてくれてたなみたいなシーンで結構止まって味方使うみたいなシーンが多かったりもするんで、うーん、まあもちろん守備での貢献度とかゲームのねチームのバランスとか考えて、
そこを崩したくないっていうのでずっと起用を続けてるっていうのはあるとは思うんですけど、あとはね守備面とかが、まあ、大体その終盤に出てくるんで、横山選手がどれぐらいできるかっていうのはその多分トレーニングを見てる河合監督の方がね間違いなくサポーターよりは知ってるんで、そういうのも踏まえてなのかなっていうのは思ったりするんですけど、ただ試合で出たらどうなのかっていうのは、試合でフルタイム長い時間出たらどうなのかっていうのはやっぱあんま分かんないですし、結構違ったりもするじゃないですか、トレーニングとゲームで違う選手とかもいるんで、見たいなっていうのは僕も思いますね。で使うならどうやろう、長沼選手の左めっちゃ良かったから右でね横山選手っていうのは一個ありなんかなっていう、っていうのはねすごい感じますね。まあ、あとは誰やろう、まあ川原選手とか上手いっすやっぱ川原手塚のボランチはやっぱいいですね。なんかまあ J リーグ全体的にというか、なんか今うまくいってる2ボランチのコンビってほんまに結構無理聞くタイプと、バランス取れるタイプみたいなのがなんかすごいうまくいってて、無理聞くじゃないな、特徴あるタイプって言った方がいいか、特徴がすごい分かりやすくあるタイプとバランスが取れるタイプで、やっぱ手塚選手が結構特徴があるタイプというか、攻撃面で違い出せるエレガントさマシマシのねプレーができるんで、そういうのも含めてプラスで川原選手っていうのはやっぱほんまあのボランチコンビは結構 J でも僕は屈指のうまさだとは思うんで、そこは自信を持ってね言えるなっていう、プラスパギさんもやっぱ上手いですしキーパー、っていうのはすごい思うんで、戦術的にもいいですし中身も伴ってはいるんで、自信持ってやるしかないんかなっていうところですかね。まあけどまあ我慢してたら勝てるとは思いますけど、我慢が多分一番サポーターの方は大変やと思いますし、僕もラジオイレブン始めて多分これでもう3年目2年半ぐらいは経ってますけど、なんか初めてぐらいじゃないかな、わかんないですけど、なんかすごいサポーターの方のね SNS とか見てて結構苦しそうな、声とかもなんか目の当たりにして、なんか今こそねちょっと少しでもねサポーターの方とねお話できたりとか、なんかまあ動画だけでも撮れたらなっていうのも思ってちょっと話してますけど、まあまあまあほんまに自信持って戦うしかないし、っていうのはすごい感じますね。っていう感じです。はい、いやではほんまに応援してますし、頑張ってこっから勝ち点積み上げて、間違いなくいい選手いっぱいいるんで、ここでしっかり結果出して、で少しでもやっぱ順位上げて J リーグのねそのあれ放映権料やったっけ、助成金みたいなを受け取っておくことが多分選手のね残留とかにもつながるとは思うんで、少しでも1個でも順位が上がるようにちょっとラジオイレブンとしてもなんか陰ながらですけど、はい、ちょっと応援できたらなっていうのは思います。はい、っていう感じで2試合目サガン鳥栖について話していきました。で3試合目アビスパ福岡、はい、名古屋戦見事1対0勝利ということでおめでとうございます。いやー強い強いいやね、まあちょっとじゃあ選手個人の話からしていきましょうか。まず1個思った、入口選手か、入口選手いいですね。入口選手っていうか入口前コンビめちゃくちゃいい。さっきね鳥栖の動画の中でもこのボランチコンビがその、バランサータイプと特徴あるタイプのコンビの組み合わせが今 J リーグですごいうまくいってるみたいな、まあ、J リーグっていうか、まあ、世界的に見ても大体ボラン2ボランチのねチームはそうだと思うんですけど、今日まさしくそれというかバランスの前特徴のあるどんどんボール枯れる入口っていうこのもう組み合わせがすごいハマってるなっていうの感じますし、入口選手の、何がすごいかって、ガンバサポーターの時の悪い癖が出て、急に呼び捨てしてしまいましたけど。入口選手のね、何がすごいかって、やっぱり、まず攻撃面。まあ、結構守備のね、ボール狩るとことか、デュエルのとこが言われる選手ですけど、僕は攻撃面もね、すごい特徴あっていいところは多いなっていうのは思うんですけど、まずシュートが打てる、シュートとかキック精度が高いっていうのはもう間違いなく武器で、でこの試合とかやと思ってたより名古屋がそのブロック組むときにラインが低かった、でこれは間違いなくそのアビスパのクロスとかクロスからの攻撃みたいなのをねとか
警戒してたと思うんですけど、ラインが低かった中で、なので結構ボランチのところにスペースが空いたりしてた時に思い切って、まあゴールには結局繋がってはないですけど、ズドンって打てる、うん、入口選手のキックっていうのは間違いなく武器になってるんで、前選手ももちろん打てますし、ここはねすごい。でクロスとかも上げれるじゃないですか、やっぱ入口選手細かいところで、コーナーキックのこぼれからそのままクロス上げたりとか、うん、っていうのもあるんで、そこのキックっていう部分、縦パスとかも入れたりとか、キックの部分はやっぱり彼の特徴かなっていう。で縦パス入れてそこから上がっていったりもできますし、うん、追い越す動きみたいなのもできるんで、やっぱりそこは間違いなく武器やなっていう。プラスでプレスバックできて、うん、なんか前にどんどん出て狩るイメージあったんですけど、やっぱああやって例えば相手のねフォワードユンカーとか、うん、に入った時に戻ってきてプレスバックで狩るみたいなのもできて、なんかそのほんまに長谷部イズムというか、長谷部監督イズム、あのゾーンディフェンスを仕込まれてるんやなっていう。要は自分のラインを越えたら、ボールが越えたらそこまで戻りましょう、素早く戻りましょうみたいなのがすごい仕込まれてるなっていうのを感じて、うん、素晴らしい守備やなっていうのはめちゃめちゃ感じました。で、あと話したいんが、前島選手アシストもしましたけど、どうなんすか、ちょっと僕全試合終えてるわけじゃないんであれなんですけど、サポーターの方から見て前島選手めちゃくちゃ良くなってるくないですか？あんなにいい選手や、いやいや、まあいい選手なんですけど、めっちゃいい選手やみたいな。いや、びっくりしましたね、正直。もう左右両方で、もちろん左でね、ああやってアシストしてっていうのもありますけど、でしかも左右でちょっとタスクが違うというか、なんかより左の方が孤立して一人でなんかしないといけないことが多くて、右の方がコンビネーションを生かしたりとか、まあ今野選手がいたっていうのもあってね、今野選手サイド流れたりもするんで、なのでそういう部分で左右でちょっとタスクも違う中、その別々のタスクで、なんなら左はね孤立してるっていうのはある種ね結構難しい、一人での打開力がやっぱ必要じゃないですか、孤立するってなると。三笘選手とかやったらまあそれでいけると思うんですけど、その打開力が必要な中、まあ持ち替えてのクロスでしっかりアシストっていう、いやだすごいですね。で攻撃面でやっぱり相手を外す能力がすごい高いですね。なんか運んで外すとかっていうよりも、パスで選び間違えずにパス出して受け直してみたいなんでプレス回避するみたいなのがめちゃくちゃうまくて、うん、ほんまに選び間違えないなっていう。でそっからスプリント力あって、で体格もいいですし、いやめっちゃいい。なんかそのほんまに今後ね、ほんまに代表とか、あの毎熊選手が入りましたけど、 J リーグからで言うとね、サイドバックで、うん、なんかそういう感じで、まあ森下選手も入ってるかみたいな感じで、で森保監督好きだと思うんですよ、ああいう体格しっかりしてるタイプのね選手っていうのは。で個人で失わないっていう、だからめちゃくちゃ可能性あるなっていうのは感じました。いやちょほんまに、だからコメント欄とかでもしね、あの福岡のサポーターの方聞いてくださってたら、はい、どんな感じの成長の変遷辿ってるかとか、まあまあそんな難しいことは書かなくてもいいですけど、そのいやめっちゃ良くなっててみたいなのちょっとね聞きたいなっていう風に思います。いやだからもう七選手とサロモンソンすごかったみたいなイメージ、まあもうそこで止まってるわけではないですけど、はい、けどそん中、うん、まあ、湯沢選手とかね、のイメージの方がどっちかというと今のメンバーだと強かった中でね、いや、すごい選手出てきたなっていうのは感じました。はい。でですね、あと個人で話しておきたいのは、まあ、山岸選手、今野選手あたりもね、やっぱこのね、力ありますね。打開力あるし、パワーあるし、今野選手はさすがにうまいし、ね。いや素晴らしいですね。いやアビスパさすがだなっていう個人のところで言うと、でいやもうほんまに僕は結構その指導者、サッカーコーチしてる人とかに、なんかまあよく J リーグどこ見たらいいみたいな、どこ面白いとか、どこ勉強なるみたいな聞かれるんですけど、なんか今やとほんまに結構アビスパを進めたいなっていうのはすごい思ってて、でなぜなのかっていうのをちょっと2点ぐらい話していきたいなって思うんですけど、まず1個はもう守備ですよね。守備が良すぎる。もうこれはもう常になんですけど、もう守れすぎ。まあ今日もね、1-0、うの0でね、勝利っていうことで、まあまあまあ常々守備はいいっていうのは言われてはいるんですけど、まあほんまにね、で何がいいかっていうと、守り方の種類がまず多いですね。要はまあ全部しっかりゾーンディフェンスをベースには戦ってるんですけど、ただ、そのまずシステム。
442なのか、それともまあ守備の時で3バックですけど、あれ守備の時は541、442と541の守備両方でいきますよと。でプラスでミドルブロックみたいなブロック組みながらの守備もできるし、ガンガン人捕まえに行く時とか、まあだから442の時はあんまないですけど、特にね今回の名古屋戦も前半とか多かったですけど、前からプレスかけるみたいな、だこのまあ 2×2 だいたい4通りぐらいの守備を、まあもっと細かいのね、細かい人の捕まえ方とか言い出したらもっと無限にはあると思うんですけど、なんかざっくり分けるとこの4つをなんかうまく使い分けれる。でこれってめちゃくちゃ珍しいことだと思うんで、うんっていうね、なんかその守備のなんかまあ原則がはっきりしてるからこそ、チームとして浸透してるからこそ使い分けられるんかなっていうのは思ってて、で今回の試合で言うと前半だと特に前半結構前から捕まえに行く守備が多くて、で541を採用するチームって結構やっぱ後ろに重くなりがちなんですよ。やっぱ442とかと比べて後ろに人が多いんで重くなりがちで、前からはめに行こうとしても人が出てこずに、とか出てきたとしてもタイミング合わずに外されるみたいなんですけど、まずタイミングがもうめちゃくちゃ揃ってる。これ誰がね統率してるのかとか、前選手なんかもうめちゃくちゃいいタイミングで出てって、でかつそのでマンツーではないんですよ、オールコートマンツーみたいな。要はその2トップ、ワントップツーシャドウの3枚で相手のスリーバック、名古屋のスリーバックに対してマンツーでつくとか、なんかそういうわけではなくて、まあもちろんそのね選手それぞれ、うおー決まったおおサンタナすごいゴール、今エスパルス見てるんでね、ちょっと今びっくりしちゃって、お決まったって言っちゃったんですけど、すいませんすいません、話戻すとねそこマンツーで3トップ2トップ1ワントップ2シャドウで3バックに対してマンツーっていうよりは、ちゃんと間消しながら行くぞっていうタイミングで人を捕まえに行くんですけど、だこのタイミングがもうめちゃくちゃいいですね。でウィングバックで相手のウィングバック管理してっていう、うん、まあ基本的にねそのアビスパ3バック使うときって相手も3バックの時が多いと思うんですけど、なんかほんまに3バックに対してはこう守ろうねみたいなのがすごい整理されてるなっていう、もうタイミングがめちゃくちゃいいなっていう、うん、プラスでちょっと名古屋が攻勢かけてきそうな、ね、後半とかにはちょっと引いてのブロックも組めてみたいな、いやすごいですね。で3バックもしっかり対人負けないですから、奈良選手、宮選手、クローリー選手、宮選手は久しぶりやったかなっていう感じで、ここがもう守れすぎてて、ちょっと正直ねどうやってゴール奪うんやろうっていう、なんか結構名古屋目線でもちょっと考えたりはしてたんですけど、ゴール奪う手段結構難しそうやなっていうのは感じましたね。結局やっぱり名古屋は最後ロングボール中心になったりとかしてはいて、まあけどアビスパからするとね、ロングボールなんていっちゃん得意っしょみたいな、弾くだけっしょみたいな感じでバチンバチンって弾いてたんで、強いチームやなっていうのは改めて感じました。でですね、あとは、そうですね、指導者に進めたい理由かっていうので1個目まず守備の良さで、もう1個がほんまにこれは1試合で測れるもんじゃないですけど、そのゲームプラン、試合運び、試合に勝つチームとはみたいなのがもうほんまにうますぎる。まあもうこれも毎試合なんですけど、なんかやっぱほんまよう勝つなっていうところ、しっかり競り勝つなっていうのが多すぎる。何試合競り勝つねみたいないやそれがね、でしかも多分アビスパってそこまで予算規模も大きくないし、補強も限られてて、選手層も、まあ、正直他の J クラブと比べるとね熱いクラブとは言えないとは思うんですよ。っていう中でなんかそこをしっかり運用しながら勝ち点を取り続けるっていうのはやっぱりさすがやなっていう。でまあほんまに采配がいいですし、采配とタイミングとっていうのは間違いなくいいですし、なんかめっちゃこの采配的中みたいなのが多いタイプの監督ではないと思うんですけど、なんか絶対間違えないなっていうのすごい思ってて、で結構そのスタメンの選手とベンチの選手で特徴が違うっていうのは結構あると思うんですよ、アビスパって、井出口選手みたいな選手はベンチにいないですし、逆にベンチにウェリントン選手みたいなね、ザ特徴みたいなストライカーがいたりとかっていう感じで、結構スタメンとベンチで、特徴の違う選手が並んでたりはするんですけど、その中でだ結構ねそのタイミングとか選ぶ人によってはガラッと内容悪くなったりとかっていうのはあると思うんですけど、そこで絶対選び間違えないなっていう、1個の采配でガラッと流れ悪くなるみたいなのは少ないっていうのが、素晴らしいなと長谷部監督っていう風にはね
まあ多分分析の方も優秀なんかわかんないですけど、うん、っていうのはすごい感じますね。だからどうなってるんやろっていう、めっちゃ気になる、その内側が。うん、めちゃくちゃうまくいきすぎてて、っていうのは感じますね。いや、だからちょっとアビスパ、ちょっと今後もね、で、しかもめちゃくちゃ積み上げていってるなっていう。うん。なんかシーズンを通して、どんどん、結構やっぱ最初は、まあ勝ち点は取ってたんですけど、ただ、なんかその、同じ勝ち点を取るでも、なんかその、チーム力みたいなのは、だいぶ今、感じるなっていうのは思うんで、今後どうなっていくかっていうのを含めて、来シーズンも含めてですね、ちょっと期待かな。まあ、特に僕は今はほんまに前島選手にちょっと惚れたんで、見ていきたいなっていうのと、まあ、プラスで今野選手と山岸選手もね、ずっと僕は好きで、うん、欲しいなって思ってるぐらいの選手なんで、はい、っていう感じで、ちょっと今後も追っていけたらなと思います。で、4試合目。はい、この4試合目に関しては僕、現地でパナソニックスタジアム吹田で観戦してきました。ガンバ大阪対アルビレックス新潟。はい、話していきますけど、まずちょっと新潟について話していきますけど、あと、現地でね、お声掛けしてくださったリスナーの方、ありがとうございました。で、僕、全然スタジアムいるときは声掛けてくださって、はい、全然問題ないんで、はい、ありがとうございました。でですね、試合の中身についてちょっと話していくんですけど、まず、新潟は、まあ、ちょっと選手の話からしていきますから、もう、ミトちゃん。おい、ミトちゃん、えぐいって、もう、止めれん、あれは。ギュンギュン。すごいね。いや、なんかその、ウィングで出てもそうですけど、やっぱああいう中央からの崩し、ぐんぐん入ってって、懐でちっちゃい選手が。で、やっぱりね、うん、ああいう感じで入ってこられると、特にでかいタイプのセンターバックとかは、フォワード、強いフォワードとかに対しては強くいけたりするんですけど、ああいうミト選手みたいなね、ヌルヌルする選手は、結構、うん、なんかその、うなぎをわしづかみするかのような、スルって抜けていくんで、その凄さはやっぱあるなっていう。いや、だからほんまに、彼も、あれですもんね、代表ウィークで、世代別代表からの帰ってきてっていう中で、しっかり結果出したのは、さすがやなっていう、のは感じましたね。ただ選手層は熱くなってきてるなっていう。で、プラスで、僕も個人の X でも言ったんですけど、ガンバサポーター的な視点で見ると、松田選手もクソだるかったですね。松田選手マジで、いや、やっぱ途中からあの二人出てくるのはちょっとずるいなと。ただでさえ長倉、長谷川匠、ね、十分というかめっちゃいい選手。まあ、ちょっとね、長倉選手ちょっと疲れてきてるんかなっていうのは感じますけど、いや、なんか、うん。なんか移籍してきた1、2試合のインパクトを考えると、なんかもっとできそうというか、うん。長倉選手はめちゃくちゃいい選手なんで、ただまあちょっと疲れも溜まってきてはいるんかなっていう、うん、まあ走りすぎでしたからね。確か秋山選手ですよね。スタッツで走行距離1位。けどもうずっと長倉選手がね、1位やったじゃないですか。だからちょっと疲れもあるんかなっていうのもあるんで、ちょっと今後ね、あれですけど、いやいや、途中からけど出てくんのが、水戸、松田。すごいですね。いや、松田選手もどんどん運んで仕掛けて、抜きに来て、みたいな。やっぱあのドリブルは、間違いなくな、脅威になるなっていうのも、思いましたし。いやー、だるかったね。で、あとは、これもね、X 言ったんですけど、秋山コンビ。コウ選手と秋山選手のボランチコンビが、まず、コウ選手が、すごかったね。すごい、元から僕一番好きな選手ですけど、アルビーの中で言うと。元ガンバっていうのも含めて、プラスプレースタイルもめっちゃ好きなんで。元から好きやったんですけど、こんなうまかったみたいな。いや、めっちゃうまかったんけど、なんか、ほんまに一人でゲーム作ってる。あれ何分かな？前半かな？確か。前半の、真ん中ぐらい一人でほんまポンポンボール叩いてもう一回もらってポンポン叩いてもらって、でなんなら最後のゴール前まで入ってきてシュートに絡んでいくみたいなシーンあって、いや、こんなプレーの幅増えてるんやっていうのを改めて感じたのと、プラスで秋山選手もめっちゃうまいし、でX で言ったのが何かっていうと、この二人ね、目合わせすぎなんですよ。目合わせすぎて、多分ファンキュンキュンしちゃうあれ。いや、ほんま、いや、もうお互いをめっちゃ見るんですよ、このビルドアップとかの時に。
センターバックがボール持ってるとかってなった時に、じゃあこの二人がどこに立ったらいいのか、相手のねどの間に立ったらいいのかっていうのをお互いがお互いをずっと見てる、ずっとというかもう何回も首振って何回も何回もチラ見するみたいな、いやーキュンキュンしちゃうよもうっていうくらいお互いがお互いを見てて、いやーそれによってねうまくポジション取って、嫌なとこ立って前進してっていうのがすごかったなっていうのは感じましたね。であとは千葉選手ね、今日久々にスタメンでしたけど、やっぱビルドアップうまいなと。で、デンも、ちょっと待って、デンうますぎてびっくりしたわ。めっちゃ運ぶやんみたいなシーン何回かあったけど、デン千葉がビルドアップうまいっていうのはガンバサポーターの中でもすごい出てたなっていう、のは感じましたし、小島選手も止めすぎ。ずるい。小島選手止めすぎですよ。っていうのはね。感じたなっていう、まあけどお互いほんまに色を出してガンバも、アルビもそのまあ要は特にポヤトス監督も言ってましたけど、ほんまにアルビは3人目で相手外して前進する、あのビルドアップ特集みたいな動画いつやろ、ね、1ヶ月2ヶ月前ぐらいに上がった動画でねがっつり話してるんで、はい、その中で話してた3人目をね駆使するのがポヤトス監督もうまいって言ってて、アルビのことを評価してて試合前コメントで、なんかほんまにそれをねお互いが出してるっていう、めちゃくちゃなんか駆け引きがあって面白かったな。プラスでね、しっかりゴラッソ生まれてっていう。いや、めちゃめちゃおもろかったなっていうのは思いましたね。まあ、僕はガンバサポーターなんで、もちろん勝ちたかったですし、悔しさも混じりつつではあるんですけど、混じりつつっていうか、いや、まあ、それがもう大半というか、もう帰り道とかもう無言で帰ってましたけど。けど、なんか今思うとね、すごい、なんか濃い試合だったなっていうのは、改めて感じます。はい。っていう感じですかね、アルビア。はい、でガンバですね。いやガンバがまあ結構いろいろ議論もなされてて、まあまずやっぱ決定力は欲しかったなっていう、しっかり決め切りたかったっていうのと、あとはまあ無理にシュートチャンス持っていこうとしすぎてた、まあポヤトス監督も話してましたけど、そのスピードを上げすぎるっていう部分で、やっぱりあのこれはねラジ入れでずっと話してるんですけど、あの吉木社長がね、あのスペインに指導者として留学に行って、監督学校みたいなものに、スペインには監督学校っていうシステムがあるんでらしくて、はい、そこに通ってライセンスとかを取ったりするんですけど、なんかそこに通ってた時にたまたまなんかその教材、まあ、テキストというか教材で使ってた資料がポヤトス監督のねあのものやったらしくて、そんな偶然あるんって思いますけど、スペインわざわざ行って日本に来てる監督の資料から学ぶみたいな、なんかどうやらその教師というか教えてくれる指導者が、ポヤトス監督のマブダチやったらしいんですけどそんな偶然あるみたいな、ポヤトス監督のマブダチからサッカー教えてもらって何やねんその体験みたいな思うんですけど、でそのポヤトス監督の資料の中にそのポヤトス監督のサッカーの哲学みたいな、なんか攻撃はこうこうこうで守備はこうこうこうでみたいなのがブワーって書かれてるらしいんですけど、あの攻撃の攻撃じゃないか、ポジティブトランジション、要は守備から攻撃に変わる項目で、大体普通の指導者はこれを2種類に分けてると、1個はカウンター、もう1個は組織的攻撃への移行、要はカウンターっていうのを1回下げてもう1回ボール保持しますよとか、っていうのがあるんですけど、あのポヤトス監督はこれが1種類しかないと、ポジトラの分け方の種類が1個しかないと。でどういうことかっていうと、あのカウンターがないらしいんですよね、組織的攻撃への移行しかないらしいです。いやもうポヤトスにとっての一番いいサッカーはカウンターをするなってことなんですよ、おそらく。もしくはカウンターをしてるシーンもカウンターじゃないって捉えてるのかな、あのどっちかわかんないですけどらしくて、ポヤトスの辞書にはカウンターがないんですよ。って中であんだけカウンターしたら、それはやっぱね、やっぱいいゲームにもならないなっていうところはねあるんかなっていうのを踏まえつつ、まあなんかけど今回の試合で言うとそこはすごい反省点だったかなって思うんですけど、まあ収穫で言うとやっぱほんまにメシの選手がね、まあほんまに元からあるこの能力をなんかチームの文脈に合わせてというか、賢くプレイしてるなっていう、まあ、文脈に合わせてっていう言い方が多分一番適切なんじゃないかな、ゲームモデルを理解した上でプレイしてるなっていうのはすごい感じるんで、ちょっと今後もそこはね期待したいなっていうの思いますし、ほんまにねなんか多分選手たちが普通ねやっぱ注意とかになってくるとちょっと強度落ちたりすると思うんですけど、やっぱガンバそこはあんま落ちてないなっていうのを思ってて、っていうのもなんかほんまに来シーズンのシートというか、来シーズン誰が残ってんのか誰が放出されるのかっていうポジション争いめちゃくちゃね今後も続いていく
っていうか多分そこがめっちゃ意識せざるを得ないぐらいのシーズンだと思うんですよ。こうやって変革の時期になって、でね、選手もかなり固定されてる中で、出たら活躍しないとっていうのは各々あると思いますし、っていうシーズンだと思うんで、ちょっと今後ねどうなっていくのか。でその布石の一つとしてやっぱアラーノのインサイドハーフとかもあると思うんですよ。インテリオールでの起用によって、まあ、多分ウイングでねずっと使い続けるっていうのは多分来シーズンはないと思いますし、よりウイングタイプ、サイド張ってドリブル仕掛けられるレガテできるタイプの選手を取ってくるとは思うんで、そう考えた時に、まあ、メッシの選手もねそういうのがまあだんだんできるようにはなってくると思うんですけど、より内側のタイプでアラーノ選手も内側のタイプってなると、そこは間違いなく取ってくると思うんで、ってなるとアラーノ選手をインテリオールで起用した方がいいってなってくる可能性は全然あって、でそのための布石なんかなとか、もう思うし、まあ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 、ちょっと今後がね楽しみというか、まあ、あとはなんかジェバリを変えずに使い続けるのとかもね、なんかそのフォワード補強してくれよっていうフロントへのメッセージ性にも感じなくもないですし、ちょっとここはね憶測というか僕の勝手な推測ではあるんですけど、っていうのは感じますね。で、ジェバリーについてちょっと話すと、そのね、なかなかゴール奪えてないみたいなんで批判とかもあったりするんですけど、その、まあ、それはね、まあ、まあ、もちろん決めては欲しいんですけど、まあまあ、その、絶対決めれるっていうもんでもないんで、コントロールできるのは今日決めますって言って決めれるもんでもないんで、まあ、そこは、まあまあ、不満がゼロって言ったらそんなことはないんですけど、それ以上に僕がやっぱりね、なんか改めて不満に思ってるというか、これはやってくれよっていうのは、やっぱりクロスに対してニアには入ってほしい、ジェバリはこういうタイプだみたいな、ね、真ん中で待っててみたいなタイプみたいな、まあ分からなくもないんですけど、なんでこれを思うかっていうと、これが例えばウィングからのそのアーリークロスであったりとかっていうのならまだ分かるんですけど、今のガンバってその幅を取るのがサイドバックになって結果的にというか、今の選手のスカットとか特徴を見たときにかなりサイドバックで幅を取るっていうのが多くなってる。左黒川選手、右高尾選手とかで幅を取ることが多くなってる中で、このサイドバックが結構クロス上げるときってちょっと深くまでえぐり込めたときとかっていう風になってくるじゃないですか。で、深くまでえぐり込めたときのクロスって基本やっぱマイナスが開くんですよ。いや、深くまでえぐり込むと相手のラインがグッと下がるんで、そこでマイナスが開くんですけど、マイナスが開かないんですよ。なぜなら、その、ジェバリが待ってるから。ジェバリがマイナス開けてほしいスペースを、ずっと潰してるんですよ。で、ここを思いっきり飛び込んでくれれば、このマイナス開いてみたいになるんですけど、っていうので、その、今のガンバのその、サイドバックが幅取るっていう戦術と、その、ゴール取るまでのパターンのつながりがないなっていう。で、ポヤトス監督は、ここを放置してるのか、それとも、なんていうの、黙認してるのか、何なのか分かんないんですけど、ここは僕はなんか直した方がいいんかなっていうのはすごいね感じますね。で、まあいろいろねガンバのちょっとこれもねまたどっかの動画で話したいなって思うんですけど、やっぱ結構僕もいろいろ分析して、そのガンバのいい時と悪い時で何が違うのかみたいなところ、まあまあ今回負けたとかもね踏まえると、やっぱりその夏場のね疲労が溜まってとかもなんかそんなも考えられるんですけど、まあ結構いろんな要素でちょっと分析したね。また別の動画でね、それに関しては話すと長くなるんで、ちょっとそれも話していこうかなと思いますし、あとはその、そっから見えるポヤトス監督の長所短所みたいなところも僕なりに、まあかなり主観ベースではなるんですけど、ちょっと、考えたんで、ちょっとそれもね、また話そうかなと思うんですけど、まあ一個挙げるとすると、やっぱり采配のところはちょっと気になるなっていう、間違いなくいい監督で、絶対いなくなられると困る。なんか今、契約の問題もね、ちょっと X の中で話題になったりしましたけど、絶対に来シーズンもいてほしい監督ではあるんですけど、ただやっぱり采配のところはどう考えても、っていうシーンは結構あって、逆に采配で勝ったなっていうゲームがあまりにも少ないなっていう気もするんで、ちょっとそこはね、はい、ちょっと変わってくれるとね、いいかなっていう、はい。まあ、この辺はね、深いところもまた別の動画で話そうかなというのは思いますけど。はい。っていう感じです。ちょっと、ガンバについては以上で。で、ラスト！はい。もう終わります。エスパルス対金沢。サンタのゴールの時だけ騒いでしまいましたけど。ちょ、待って。いやいやいや、エスパルス、いいですね。っていうか、けど、金沢結構ね、ボール保持しつつっていう感じではあるんですけど、なんか、どうなんやろ。今見てて、完全に見ながら喋る。今、86分とか、もう終わるぐらいですね。
はい、見ながら話しますけど、一個思うのが、トレーニングめっちゃロンドしてるんじゃないかなっていう。あの、ポンポンボール動きますね、近い距離の。なんか、それが結構ね、ここ最近のエスパルスの中でもなんか珍しいなっていう。近い距離でポンポン動かすっていう、ワンタッチ、ツータッチ、ポン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 みたいな。うん、まあ、乾選手がいるときは比較的ね、やっぱそういうシーンは多いですけど、なんかそれがすごい攻撃面で活性化させてるなーっていうのは感じますし、まあ、あと多分この試合で言うと竹内選手がね、スタメンですけど、より、なんかその、低い位置で最終ラインにも加わってビルドアップしてっていうのは、なんかまあ、変化という意味ではめっちゃいいなっていう。うん、金沢も多分スカウティングした中で、やっぱり基本的には2センターバックに対しては2トップで守備したいっていう中で、近くに、やっぱ竹内選手がピックしてボールを引き取りに来てってなると、うん、これに対して誰が出んのっていうのは金沢の守備からすると難しかったりするんで、いや、なんかそこはすごい面白いなっていうのは、はい、感じますね。いや、けどほんま 3-0 か、すごいな。なんかもう得失点、いや、けどこれで2位浮上ですよ。自動昇格権浮上。いやいや、なんかまあまあまあ、ある種ね、その当たり前の姿というか、なんか、うん、なんかもうそんぐらい当たり前でしょっていうのはシーズン前は多分ほとんどのサポーターが思ってた中で、苦しんで監督の交代もありつつっていう、結構ね、で監督変わってからも最初は勝ってたけどちょっと勝ち点取りこぼす時期もあったっていう中でね、いや、町田に勝利したあたりか、うん、一気にね、ぐっと勢い持って戦えてるっていうのは、なんかすごいチームの雰囲気はいいんやろなっていうのも思いますし、うん、なんかほんまに貪欲に戦えてるなっていう。で、それがやっぱ分かるポイントとして、あの、一番あるなって思うのは、あの、サンタナの表情、リアクションですよね。あの、もうサンタナ見たら分かるから、サッカー楽しんでるか楽しんでないか。自己表現が異常に多くなる。あの、カロリーニョスがね、外した直後とかも、外したというか、なんか、すかしたみたいな、あったかな、はい。後半かなの時も、結構怒ってて。2-0 やのに、もうすでに。あ、サンタナこんな怒るっていうのはね。で、ある種怒る。サンタナ結構無表情になるじゃないですか。あんま良くない時。これも結構僕もエスパルス見てきたんで、大体分かってきましたよ。無表情もしくはなんか、うわーみたいな感じの、ちょっと天見上げるぐらいの感じですけど、なんか、明らかに表情を崩す感じというか、うん、それがなんかね、サンタナのね、なんか、好調の要因の一つなんか、要因というか、繋がってるなっていうのは、なんか改めてね、感じますね。いや、っていうところですかね。いやいや、けど強いです、やっぱり。まあ、原選手とかほんまに J2 の選手じゃないですよ、これ。なんか、うん、フィジカルレベルとか全然ちゃうもん。っていうね、選手層も熱くなってきましたし、乾選手、カロリーニョス選手、サンタナ選手のゴラッソもエグかったし、うん、っていうのはすごい試合見ながらも感じましたし、うん、ちょっとまあ、深いところまではね、ちょっとあの、吉木社長とかが、まあ、いるときにね、がっつり話してはいきたいんですけど、うん、なんかやっぱ気になりますね。なんか常にエスパルスの試合は。うん、っていうふうには思います。またちょっとがっつりは話していきます。とりあえず、はい、勝利おめでとうございます。はい、っていう感じで、長くなりましたね。1時間ぐらい経っちゃった。はい、ということで、あの、個人ラジオやのに、一人で1時間話すという、で、もう、はよ、急いで、もう家出なあかん、もう、やばいやばいやばいっていう、あの、結構、あの、慌ててる状況なんですけど、はい、っていう感じで、終わります。はい、エンディングです。ラジオイレブンは、X やっておりますので、フォローよろしくお願いします。っていう感じで、久々に個人ラジオ、いや、もう疲れてちょっと甘噛みしてますけどね、個人ラジオ撮っていきましたけど、どうでしたかね。ちょっとまた好評であれば、コメント欄とかで教えてくださればね、また撮りますので、はい、ぜひともよろしくお願いしますっていう感じで、はい。で、まあ、このスタイルもどうなんやろ、この一気に JA クラブの試合まとめる、まあ、もうこの結構、あの、撮る側の負荷えぐいんですけどね、これ。めっちゃ試合見る、まあ、楽しいんで、J リーグ好きなんで、うん、負荷っていうとなんかあれですけど、結構ね、結構一気に試合見てって感じなんで、僕もなんかもうわけわからないですけど、うわ、ナイス縦パス。いや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 、オセフンが溜めてのね、シザースシュートのシーンですよ。キーパーファインセーブコーナーみたいなね。だから今アディショナルタイムですね、っていう感じで。はい、ちょっとまあ、エスパルスの話す時間ちょっとね、もう動画の尺的にも短くなっちゃいましたけど、ちょっとまた次回以降話せたらなというふうにも思いますので、そちらへお楽しみにといった感じで。はい、今回はこの辺で終わろうと思います。ここまでのお相手は富内咲人でした。バイバイ。